Calling. Hi, this is Mondo Calling. 海賊ラジオ from モンジャクシン第14回はこちら。空気講談、こんにちは、始まり。空気講談っていうのは1997年に結成されたバンドで、今25周年ですね。まあバンドといっても今はソロユニットになってるんですけど、まあこれは第2期の作品で、この時は3人編成ですね。まあたくさんゲストを迎えてますけど、空気講談っていうのはね、すごいミニマルな音作り、あんまり音を入れすぎないような音楽なんですね。で、このボーカル、女性ボーカルの山崎ゆかりさんも、いわゆるあんまり声を張らない、まあ叫ぶどころか、あんまり大声で歌わないみたいなね、静かに歌う人なんですよ。でも、そうやって聞くと、なんか、まあ、お客さんもね、ロック野郎じゃなくて、いわゆる雑貨屋に、ね、来てるような、古着とか来てるような、酒よりもコーヒーが好きみたいな、紅茶とかね、そういう方々がファンだと思うんですけど、そうやって言うと、なんかすごく優しくて穏やかな音楽と思うと思うんですが、確かに優しさはあるんですけど、すごいパンチッシュな音楽でもあるんですよ。っていうのも、なんかポップスっていう形態の上で、どんなことができるかっていうところにすごく挑戦的だと思いますね。特に2曲目の始まりっていう曲は、人間オーケーっていう金沢の、オルタナティブな2人組が、エレキとドラムで参加してるんですけど、まあすごく実験的なところもあるし、まあそれがやっぱ、なんていうんかな、実験的なところもあるんですけど、やっぱヒート曲と歌声の良さというか、そのバランス感覚によって、ポップスに落とし込んでるところがすごいと思いますね。で、そういう曲もあれば、大貫妙子さんの曲の雰囲気のもありますし、ザ・ブームの2000年ぐらいのバラードみたいな雰囲気のもありますし、インストも2曲入ってて、ゴンチシ、初期のゴンチシみたいなのもありますし、あと青森県の民謡というか、お囃子の曲もあってね、凄まじい、バラエティになってます。で、僕はこれは日本人にしかできないポップスだと思ってるんですよ。で、日本のポップスの、まあ、そういうバラエティ豊かっていうところも含めて、これは日本のポップスの、結構、名盤と言っていい、宝と言っていいような、到達点の一つだと思ってます。ということで、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、さようなら。道はどこまでも続く。